牛バラはソールドアウトです。シューマイ、はい、シューマイチ、うん、あ、シューマイ食べる、全部食べるにはある、いいね、新鮮と、これで終わり、お持ち帰り、やっほー、取りまくりガールズのマイプーとマイチです。今どこにいるでしょう、私たち。なんと大阪にやってきました。はい、明日ね、うん、島田競輪場にお邪魔させていただきます。大会名は高松の宮記念杯競輪です、ね、ドキドキ、うん、めっちゃ人いそうだね。ね、本当最後の、ね、準決勝と決勝で始まさせていただくので、ね、盛り上がり楽しみですね。そうだよ、ね、YouTube 出演とかイベント等もさせていただくことも決まってて気合十分です。ちょっと待って今大阪のホテルでお泊まり大会です、はい、G1 です。お泊まり大会 G1。 明日ね、朝一から行くので寝坊しないように、はい、今日ゆっくりしていただきます。寝ます。
こんにちは。プリマクリンのボールペンとこちらのチラシをお配りしております。タイプとお揃いのボールペンです。愛用してます。はい、到着しました。今日から2日間、はい、ありがとうございます。回ってきます。はい、競輪ファンを探します。はい、今から YouTube 生配信してきます。 YouTube 生配信ここ来ました。あっという間だったね。あっという間でした。楽しかった。楽しかった。さあこれからブースに戻って、あ、なんと どうもー。楽しくやっております。練習してください。進化ここだった。いただきます。
揚げとビール、そしてポテト。後ろはサーカス。楽しんでます。はい。はい、ありがとうございます。いただきます。レースが始まるということで、はい、2人もちょっと予想してみました。毎日どんな感じ？私はまずま157のボックス、あれ？ボックス、あ、出た出た、157ボックスと、うん、7で12295何位に古性選手が来るチャレンジを買いました。それ来たら結構すごそう、ね、な感じ。古性選手がね、うん、まあ、お寿司食い順だと。そうだよね、期待を背負ってね。もう岸和田芸人場はもう古性選手推しっていう感じ。本命はね、古性選手ではあるんだけど、うん、まあね、皆さん温泉すると思う、うん、ちょっと穴を入れてって感じ。そう、マイプはね、その古性選手が今回5番ということで、5月2日生まれでおなじみのマイプなので5人の2社単に500いきます。おね、で、あとはカチコチコチコチいつものワイプね。
517、これ本命517がまた500って感じ。ここ結構振り分けた、うん、512571572573、だからプクにせずにタンでいきます。でもお誕生日のリシャタンが来たら嬉しいなみたいな感じで、もう全部古性選手1位予想で、ちゃんと腰を固めて予想しました。ドキドキだ、なぜかな、ね、ですね。もうちょっとで始まるので、はい、レース上でまた応援しよう。あお、持ち込み毎日。でも買えなかった分はネットで買えたもんね。買えました。マイクはシンブリーグ。さあ、古性選手の運命は。始まります。好きなアメちゃんをどうぞ。
るかな。あもう2個あげちゃう。ありがとうございます。お水飲んでね。トリマクリガールズのお二人にお越しいただいています。昼川麻衣さん、水沢麻衣さんです。どうぞ拍手でお迎えください。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまずお一人ずつからちょっと大きめに、はい、自己紹介をお願いします。出来事そうなんです。皆さん聞いてくださいよ。今日、うん、駅からここに来るまでの間、古性選手のお写真がいっぱいこうずらってあるんですけど、はい、顔にトンボが止まってたんです。トンボ、勝利のトンボ。で、あの、なんか見てたの、見た、終わりまして、終わりました。だんじりとともに、鳴り物とともに、すごかったね。はい、ということでこれからお昼を食べます。行ってきます。スタミナチャージします。うん、スタミナつけます。3階の特別観覧席にやってきてランチタイムです。最高の眺めです。そしてイルカさん、本日もマイプーちゃんはコカ・コーラで乾杯です。はい、乾杯。マイプーは古性選手見て751-2000 大期待です。あとプクも行きました。今日こそ当たりたいね。リベンジするぞ。
次の投票券を入れるか支払いセンターボタンを押してください。次の投票券の場所を数えています。